織田家よ。俺が正当な継承者だ。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。はい、ということでじゃあ信長の野望大使 PK 始めます。今回は新シリーズですね。織田信勝でやっていきたいと思います。はい、我が妻お見せしましょう。家督継承、我こそが正統の家督を継ぐ者、乱世なれば武をもってそれを明らかにせん。かっこいいじゃん。結構気合入ってるよね。正統主張、我こそ先代が決めし世継ぎなり、大義は常に我と共にあり。かっこいいね。お、すげえな、これいいじゃん。志、そう、俺が先代が決めし世継ぎなり。行きましょう、行きましょう。柴田勝家が軍師役やってんだね。こいつそんなに知力高くなかったよな。さあじゃあ、対名じゃないねこれは、志効果を見ていきましょうか。正統主張ということで、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の戦闘力が上がる。お、かっこいいね。で、農兵の防兵速度が上がる。籠城戦で部隊の防御力が上がる。だけど大名自らが出陣しないと部隊の士気が下がる。何それ。これちょっと使いにくくない？これ使いにくいだろう。次、戦線をすると多勢力が加勢しやすくなる。お、いいねこれ。決戦時に多勢力との連合軍になると部隊の戦闘力が上がる。おお。攻城戦で敵部隊の兵糧が減り、士気が一定間隔で下がる。おお、すごい、いいね。なんかめっちゃ強くねこいつ。ただ決戦時に敗北すると家臣の忠誠が大きく下がる。なんだそれは。もう負けらんねえじゃねえか。まあ、元から負ける気はないですけどね。さあ、ご命令を。じゃあ末盛城、これなんて言えばいいの、織田家でいいのかな。織田家、織田家かっこ信勝の方の武将を見ていきましょうかね。お前が本当に正当な世継ぎなのか。この能力見てたら正当な世継ぎから下ろされても仕方がないね。あとは、いつも通り、バンブー家臣団がいるのと、あと柴田勝家さんが強いですね。やっぱりこいつが今エースです。あとはそう、ちょっと統率順に並べよう。柴田勝家がいるぐらいか。あとは信勝。あ、もともと3人しか武将いなかったんだ、ここ。勝家、信勝、林さんしかいなかった。林秀貞しかいなかったんだ。はー。割と弱小勢力だったな。こんなところでしょうか。あと、対名も確認しておこうか。対名は民衆大動員。即時労力を3増加。農業系か。あとは、休民生成、農兵精錬。なんか読み方わかんねえやつ。大宴会、花押し入り、感情な。うん、農兵精錬あるからいいんじゃね。戦闘系が1個あるからよしにしよう。十分。強い。これさえあれば俺は勝てる。で、周りの状況。じゃーん。織田信長と同盟組んでます。で、織田信長自体は斎藤家と同盟を組んでいるので、信長をさ、初手落としとかっていうのはちょっと辛そうだな。だからやっぱ清須織田家をまず落としてからの織田家食いの斎藤食いになるんでしょうかね。わかりませんが、とりあえずそんな腹積もりでいきましょうか。周りの勢力は今川家。これはもう強えな。うん、今川、超強い今川家。で、囲まれてるのあとは斎藤家と清須織田家と信長の織田家な。これ攻めどころが少ないね。めちゃくちゃ攻めどころが少ないねこれは。ちなみに、武田軍もご健在ですし、北条家もご健在でございます。こりゃ大変だ。あと三好が大きいね結構ね。まずは今川軍と仲良くしましょうかね。今川家と仲良くして、後ろ盾をつけてからの
西に進むような形で行きましょう。まあでも今川家もね、京に登りたがってるから俺らは道路でしかないと思うんだけど、まあこの道路が一回仲良くすると。僕たちは道路なんかじゃありません。じゃあ頑張りましょう。織田信勝、私たちは道路じゃありません編スタート。さあ、じゃあまずは歩兵だね。兵隊集めよう。とにかく待って、兵糧収入が大変なことになってるんだけど、金銭収支もねえしな。あ、これやば、これマジでやばいんじゃない。もうなんか勝てない。金銭収支ないし兵糧収入ないし、いやでも出すしかないよな。まず兵隊出すしか勝ち目ないから行こう。兵糧収入404になっちゃうけど、これ行こう。よし、じゃ あまず交渉しに行こう。交渉、今川家と。で、し、あ、待てよ、一回心中するの超手じゃねこれ。へり下るか。いや待って、一回お話しして対等な関係を作れるんだったら対等な関係作りてえな。ちょっと今心が揺れ動いた。いや、行ってみよう。まずは対等な関係をね、目指していこうぜ。攻められたらごめんなさいっつって心中しに行こう。とにかく兵隊集めろ、挙兵しろ、挙兵。来た、志、家督継承。僕が正当な織田家の当主なんで、よろしく。ご命令を。気づいてくれるかな、僕が本当に正当な世継ぎなんだけどな。とにかく兵隊が集まったら速攻としましょう。ここ清須織田家、清須織田家ちなみに強い部署いるのかな。うん微妙。こっちは清須城は、あ、うん、まあ微妙。まあでも数合わせとな、城の数が必要だからな。まずはご命令を。やばいよ、金銭収支マイナスになっちゃったよ。大変だ。もう攻めたいところ、でも2700出るんだよね。2700、本当は織田信長食いが一番丸いんじゃねえかな。いやでもな、信長食いっつっても斎藤と敵になるからな、ちょっとその国力はないよな今な。まあいいや、金はなくなるまで使え。許す。あ、神前を続けるための金銭がありません。報告いたします。許せん。ご命令を。さあ、神前続きしたいんだけど、神前ダメ ?25 まで上がったっしょ。新勝上限まで、武田森を頼むぜ。かしこまりました。とにかく頑張ってくれ。全ぶっぱで言ってくれ、お金は。お金はないけど、神前はしたい。だから限界まで張ってくれ。先月の収支です。月曜乱世。お、待って、あ、違うか。うつけの野望来た。時報のようなうつけの野望来ました。久しぶり。あれやると何が起きるの？教えて。神前を続けるための金銭がありません。報告いたします。じゃあ金がねえんだが。え、しかも9月で700しかいなかった。まあしょうがないね、しょうがない。頼むぜ武田の家。もう有り金全部突っ込んでいけ。確かに通商結んだ、通商は、あ、当家との通商を拒否しています。当家との同盟を拒否しています。おっと、これは仲良くなっても意味ないんじゃないか。これ仲良くなっても意味ねえな。当家との同盟拒否してんな。今気づきました、今川家僕たちと同盟組みたくないらしいです。いやいやいや、いかん、これは。これはいかんぞ、これ終わったな。僕たちは人の力を借りずに大きくなるしかないんです。ちょ、神前さ、やめるって。信勝神前やめるってよ。初動が大事。マジで初動が大事。いやーでもな、このもうちょっと兵隊必要だよな。3000は欲しいな。清須織田家
落としたいな。原稿録みたいなのあんのかな、そういえば。あ、これがないからないのか。残念ながらありません。北条家が織田家に宣戦布告。お、なんか臨時防衛が解放されました。よし、末森3000超えたな。ゲチよ。じゃあ行きますか。末森織田家、僕正当なあの家督継ぐ男なんで、まず清須織田家を攻めましょう。宣戦します。まずは領地を増やして米の収入、そして商券の収入を増やしていきたい。行きます。きた、内紛介入でん。よし、清須織田家に宣戦して合戦を始めます。本当によろしいですか。もちろんだ。とも、お見せしましょう。清須織田を攻めるなら我ら織田も末森織田にお味方いたす。織田織田うっせえなお前よ。行くぜ。結局なんかいっぱい介入してくるよって言ってたのに信長しか介入してこなかったんですけど、まあお家騒動ですしね。まずはどっちかな。清須落とした方がいいな。清須落としてからの方が信長にこれ取られなくて済むよな。あ、でもいいか、信長は宣戦しないからそれは考えなくていいのか。あ、でも犬山の方が城のレベル低いからこっち落とした方が楽かもしれない。上限は特に刺して問題になるようなところはないから犬山から攻めましょう。で、兵隊はマジむちゃくそ出せるだけ出す。3000人いきます。向こうから反撃されたらもう知らん。もう分からん。そうなっちゃったら出陣しましょう。一世一代の大勝負よ。子が足利家は落ちたらしい。おっと、ストップ。バカチン、ストップ、ストップ。あれ、一個隣の陣してる、もしかして。一個隣の陣してるぞ。おい、進め。そこは犬山城じゃない、罠だ。進め。続いてください。やっちゃったよ。報告いたします。失敗しました。ご命令を。さあ、じゃあ今月こそ犬山落とそう。到着しました。お、士気なさらずとも我らの価値は揺るぎませんだって。これ悩むね。これでも自分で指揮して全滅させたいわ。2400人ゼロにしたら向こう250人って150人の城しかなくなるから、ここは全滅狙います。さあ始まりました。向こうの部隊は、あ、でもちゃんと7部隊 ?6 部隊出てるな。うちが7部隊か。おう、7、うん、7部隊か。まあいいね、いい。軍機力60しかないんだけど、嘘。じゃあ相当の竜で行きましょう。罠はあるかもしれないけど、もう踏み潰していけ罠を。叩くはドラぞ。ここら辺に置けばなんかちょっと効くんじゃねえかな。で、薄く広く配置していこうかな。幅を持って、突っ込んで相手を包み込むような形で殲滅していきたいなと思います。 OK、 行きましょう。行きます。久しぶりに攻めの戦を見せてやろう。信長の攻めの戦講座、まずは突撃する。キラーン。敵の居場所が知れました。行け、相当の竜だ。遊撃手突っ込め。やりたい。いけー。あー、おとり挑発、いいぞ。こっちは強いぞ。敵の居場所が知れました。ぬまわな。なに。いけ。包め。まずは包め。信勝、お前も働くんだよ。あ、ダメだ、挑発食らってるわ。よーし、いいぞ。おお、柴田勝家がやばい。まあいい、壊滅させてる。柴田勝家やばいぞ、お前。ナイス、壊滅。相当の竜が超強えや。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、総大将が落ちちゃう、総大将が落ちちゃう。あー、やっちゃったか。あ、やってない。あ、やっちゃったか。200人残しちゃったよ。あまりにも破壊力がありすぎた。びっくりした。我が策があれば。すげえ破壊力だった。必然でしたね。全滅ならず。本田、いや、お前は仲間になるから絶対切らぬ。絶対切らぬ。かたじけない。年齢17歳。いいね。渋いな。よーし、犬山にこもっていた敵兵が逃げ出しましたぞ。行きます。清須を攻めなさい。よーし。いい、城攻めするよりは兵隊減ってない。さあ、清須に取り付きました。もう260人しかいないね。強行投下、あっという間ですね。よーしよ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 し、落ちましたぞ。終わりですか。拍子抜けです。おい、いやー、たくさん仲間ができました。やった。これで信長とも戦えるね。え、じゃあ騎乗しましょう。いやー、長い2ヶ月だった。さてさて、まずは歩兵ですね。兵隊を集めればどうしようもないって感じ。あ、でもまあ農兵3000人、流味はいらない。惜しくもっと。キオスも3000人を集めたいところ。いや、でも行き過ぎかな。ちょっと米の収入も足りないよな。ここ25にしようかな。やるならこっち3000だな。惜しくもっと。で、犬山25かな。これちょっと絶妙なラインで行くわ。これで兵隊をまず集める。で、末盛城は逆にちょっと減らすか。これ全部っぱしちゃってるから、これぐらいかな。3300人ぐらいにしましょう。これで1万人はとりあえず集められるから、あとは織田家、織田信長家と戦う時にね、これぐらい兵力いれば多分問題ないと思うんだよね。あとは今川家なんだけど、今川に攻められた時どうするかだよな。多分末盛狙ってくると思うんだよね。で、上限3万だからどうしようもなくて。待って、どうしようもなさすぎるんだけど、これ。あ、ダメだ、これ戦場がどこもでかい。多分この辺鳴海に集結してすぐ末盛落としに来るから、2万は超えてないとそもそもお話にならないんだよな。ここの歩兵終わったら手切りして攻めましょう。乱世は、さあ、あとうちはどこと仲良くするかなんですよ。勢力図を見て考えようか。今面してるのが、織田家、そして斎藤家、今川家しか面してないんですよね。で、今川は、僕たちの同盟結ぶ気はさらさらねえよって言ってます。織田家とは50ヶ月の同盟が残ってるけど、ここは落としておきたいところです。で、斎藤家はその織田家と婚姻関係を結んでいます。四面楚歌ってやつですね。うん、孤児生後、今四面楚歌が生まれる瞬間に立ち会いました。とはいえさ、相手の大名から敵視されています。いや、とはいえ今川ちょっと心象変わったかなと思ったんですけど、これもう心中もできなくなってるよ。心中もできない。おっと。待って、心中もできなくなったんだけど、これはだね。もうどことも交渉できないんだけど。あ、北条家と交渉できる。心中。いやー、これ行くか。いや、でも違う、ワンチャン北条が助けてくれるって考えれば、もうちょい暴れてもいいな。もうちょい暴れてもいいぞ、これ。とりあえず本願寺とは仲良くしておこう。こいつらは危険人物だからな。同盟結ぼう。土下座しよう。まずは犬山清須の兵隊がちょっともうちょい揃ったら行こう。最悪斎藤からも攻められるから。あ、いやー、でももう攻めたいな。4月になったら攻めましょう。あ、斎藤家のなんとか照子さん神前しに来たよ。斎藤が神前しに来た。これはチャンスでは。よし、じゃあ信長行きましょう。信長攻めします。
信長攻め、手切れ、織田家よ、俺が正当な継承者だ。これも乱世ゆえ悪く思うでないぞ。つかお前がいけないんだよ。俺がさ、ちゃんと任命されてさ、正当な継承者なのにさ、なんかさ、いや俺が織田家の当主だとか言うからいけないんだよ。宣誓します。わなさい、お見せしましょう。やべ、大きいところに目つけられた。大丈夫、大きいところに目つけられても大丈夫なように俺は振る舞ってきた。名古屋と諸畑どっち行くかだな。いや、どっちも変わらん、両方とも防御力 B だな。したら上限47,700か、まあ、どっちも変わんねえなってか、おっと9000人出てくるぞ。多分斎藤の兵が来て9000人になる。あ、違うわ、ごめん、耐久9200だったわ。すまん、見間違えだ。名古屋から落とすか、名古屋から落としましょう。ま、耐久14,000。いやでもまあこっちだな、こっち出陣しましょう。行きましょう。キャーン、名古屋強行36日。よし、攻め落とせ、そのまま攻め落とせ。まあ交渉は出ないよな。おーし、名古屋落ちた。教師抜けです。おお、もう2人仲間になるんですけど、大村さんと生駒さん、さすがっすね。やっぱこっちが正当な織田家だって思ったんだろうね。分かってるじゃないか、貴様ら。ショバタやべえ、27人も武将がいるぞ。全員とっ捕まえろ。行きます。皆さん続いてください。よーし、ショバタ何日かかるかな。26日。よーし、来たよし、ショバタ、よーし、ショバタ落ちた。教師抜けです。ショバタ城、織田信勝が抜いてみせたぞ。来ましたー、おほー、強いねー。あ、最高に強いじゃん。じゃあすいません、僕が正当な世継ぎなんで。お疲れさまでした。夢幻の、お疲れー。よし、信長の野望で信長切ってやったぜ。織田家統一です。こうして平和な世が訪れたのであった。ふわー。最終回っぽくしてみた。最終回っぽくしました。いやー、織田家統一しました。ありがとうみんな。違う。こっからが本番だからね。こっから信勝の野望が始まります。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと、ツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画は、ご覧の方々の提供でお送りしました。